茨城県道113号新館水戸線、水戸市が八町茨城県道113号新館、水戸線は、茨城県東茨城郡白里町真橋から道県、水戸市に至る一般県道である。東茨城郡白里町真橋から、笠間市北東部の山間地域や、水戸西流通センター付近を経て、水戸市、渡里町で国道123号に接続する。 東西、約2 2トルの県道路線である。1959年10月14日、新たな県道として、西茨城郡七階村大和真橋を起点とし、笠間市を経由して、水戸市を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号122に変更されて、現在に至る。 かつてほぼ全線が1.5車線や境愛区間であった。起点の城里町から笠間市大橋は2車線の道路。笠間市大橋から水戸市が谷津町にかけて1.5、車線や境愛区間が多く制限速度は時速3 0トルや時速4 0トルに制限されている。この区間を通行する車は大型車が多い。水戸市、谷津町から終点、水戸市、 渡り町までは2006年から2011年に道路改良による振動が完成し、2車線が確保され、一部4車線になっている区間があり、最も交通量が多い。水戸市北西部と笠間市北東部の闇沿山地の山間部を通過する県道であるため、起伏や曲がりくねるカーブが多く、主要地方道石岡城里線と主要地方道日立、笠間線交点ではクランクするため、 いわゆる一本堂ではない。沿線はゴルフ場が多い。起点付近の白里町から笠間市にかけて山の谷間を流れる日沼川に沿って道路が伸び、終点付近の水戸市街地は平坦な住宅地を通過する。ありがとうございます。